マルセル・プルースと、プルースと失われた時を求めては、マルセル・プルーストによる長編小説、失われた時を求めてを原作としたバレエ作品である。振付はローラン・プティ。音楽は、プルーストが愛聴した7人の作曲家の楽曲が用いられている。1974年、マルセイ・ユバレエ団によって初演された。本作のフランス語現代は、プルースト、 あるいは心の完結である。本作は小説を本案した舞台作品であるが原作の筋書きを忠実に覆うのではなく原作から抽出したいくつかのエピソードを13の独立した場面へと再構成しているのが特徴である。作品全体を通して社交生活の虚しさや恋愛の苦悩、快楽を追求する人間の姿など原作小説と 共通するテーマが描き出されている。失われた時を求めては、19世紀末から20世紀初頭のフランスを主な舞台とした一人称小説である。語り手の私はパリの裕福なブルジョワ家庭の一人息子である。病弱で繊細な感受性を持ち、幼い頃から作家になることを夢見ているが、怠惰で意志白弱な性格ゆえになかなか創作に着手できず、 青年時代を恋愛と社交生活に費やすことになる。物語は語り手による幼年時代の回想から始まる。語り手の一家は休暇の時期を親戚が住む田舎町コンブレーで過ごした。コンブレーには一家がよく出かける二つの散歩道があり、一つは一家と親しいスワン市の所有地がある。スワン家の方、もう一つは大貴族ゲルマント家の領地がある。 ゲルマントの方と呼ばれていた。コンブレーのモデルとなった土地の一つ、イリエ。スワンはユダヤ人のブルジョアであり、語り手が生まれる前に高級商婦オデットとの恋にのめり込んでいた。オデットは裕福なブルジョアであるベルデュラン夫人のサロンの常連であった。スワンはそのサロンで作曲家バントゥイユによるソナタを聞き、この曲と自分の恋を結びつける。 やがてスワンは恋がたきへの嫉妬に苦しむようになるが、時期にオデットへの情熱は冷めていく。結局二人は結婚し、娘ジルベルトが生まれる。ジルベルトは後に語り手の初恋の相手となるが、この初恋はすれ違いによって終わりを迎える。その後、語り手はノルマンディ地方の秘書地バルベックに滞在する。語り手はここで、 幼い頃から憧れていた大貴族ゲルマント家の人々と出会い、貴公子サンルーと親しくなるほか、サンルーの叔父であるシャルリュス男爵とも知り合う。また、語り手は、海辺で少女たちの一軍を見かけ、その中の一人であるアルベルチーヌと恋愛関係になる。語り手は、サンルーとの交友などをきっかけに、貴族が集う者航海へと足を踏み入れる。ある時語り手は、 シャルリュス男爵が男性と性行為に及んでいる場面を偶然目撃し、男爵が同性愛者であることを知る。後に、シャルリュス男爵はバイオリニストの青年モレルを愛し、彼の被護者となる。モレルが次第に名声を得ていく一方、男爵はモレルとの仲違いを機に落ちぶれていく。語り手は、恋人アルベルチーヌが女友達のアンドレと踊っている様子を見たことなどを、 きっかけに、アルベルチーヌも、また同性愛者なのではないかと疑いを抱く。嫉妬心を募らせた語り手は、彼女と同棲して、自らの監視下に置こうとするが、心が安らぐことはない。結局、アルベルチーヌは、語り手の家を出て行き、後に落馬事故で死亡する。第一次大戦下で、空襲の被害を受けた、パリの町語り手は、その後、持病の図を癒すため、 パリを離れて長い療養生活を送る。その間に第一次世界大戦が始まり、一時的にパリに戻った語り手は、戦かのパリの様子を目の当たりにする。年老いたシャルリュス男爵は、男笑感で自らを若い男に鞭打たせ、サドマゾヒズムの快楽にふけていた。またサンルーはジルベルトと結婚して、娘を設けていたが、実は両性愛者であり。 モレルと関係を持っていたことが明らかになる。従軍していたサンルーはやがて前線で戦死する。語り手は再び療養生活に戻るが終戦後にパリへ行き、ゲルマント大公妃が主催するパーティーに出席する。このゲルマント大公妃はかつてのベルデュラン夫人であり、再婚によって貴族の肩書きを手に入れていた。会場に着いた語り手はふと中庭の敷石につまずく。 その瞬間、かつて旅行したベネツィアで、同じようにつまずいた時の感覚が呼び覚まされ、当時の記憶が鮮やかに蘇って、不思議な幸福感を覚える。語り手は、この経験を通じて、自分の使命は、このように過去と現在が交応する時に生まれる至福の、印象を芸術として、形に残すことなのだと悟る。パーティー会場で、語り手は、 かつての知人たちの変わり果てた姿を見て、彼らや自身の老いを実感しながらも、自らが生きてきた長い字に思いを馳せ、その字を主題とした文学作品を創造しようと決意する。プルースト作品のバレエ化は、プティ以前にも作曲家のジャンカル・ロメノッティによって構想されたことがあるが、実現には至らなかった。ローラン・プティは出世作の一つである。 カルメなどをはじめ、文学作品のバレエ化に数多く取り組んできた、振付屋である。本人へのインタビューによれば、プティは若い頃に、失われた時を求めてお読もうとしたことがあるが、その時は途中で挫折してしまった。しかし後年、バレエ公演の海外ツアー中、寒さで、どこにも出かけられなかった時に本作を読み始めたところ、夢中になり、17冊を6週間で読破したという。 プティは失われた時を求めてのバレー家にあたり、作家のフランソワー,ーズ・サガンとエドモンド・シャルルルーの助けを借りた。音楽はプティがジョージ・ペインターによるプルーストの伝記を参考にして、プルーストが好んでいた作曲家の楽曲を選んだ。本案は難航し、完成までには2年間を要した。本作は、壮大な原作小説の筋書きを忠実に覆うのでは、 なく、原作から抽出した、いくつかのエピソードを、13の独立した場面へと再構成している。作品全体は2幕構成であり、第1幕は、プルースト的天国のいくつかのイメージ、第2幕は、プルースト的地獄のいくつかのイメージと題されている。第1幕は、スワンとオデット、語り手とアルベルチーヌという2組の男女の関係が中心となるのに対し、第二幕では、 シャルル・ュス・ダンシャク、モレル、サンルー、パリの人々らの姿を通して人間の快楽の様々な様相が描かれる。場面展開の順序は概ね原作通りであり、ベルエポックから第一次世界大戦へという時代の変遷を背景に進行する。この時間経過は音楽的にも表現されており、第一幕では若い頃のプルーストが賞賛した作曲家の楽曲が使われるのに対し、 第2幕では年齢を重ねたプルーストが好むようになったベートーベンとワーグナーの作品が加わる。舞台美術の衣装は場面ごとに異なり、写実的な装置や衣装が用いられている場面と説明的な装置を省き裸に近い格好で演じられる場面とがある。また、第1幕の天国と第2幕の地獄の対比も舞台美術によって表現されている。 第一幕では涼しげな白と青が象徴的に使われており、広々とした自然の景観や海などが描写される。一方、第二幕では赤と黒が使われ、召喚や地下鉄などの閉鎖的な空間が舞台となる。第一幕がルノワールやマネ、モネラの絵画を彷彿とさせるのに対し、第二幕の召喚の場面はロートレックの作品を思わせる。 本作は全体を通して、社交生活の虚しさや、恋愛の苦悩、快楽を追求する人間の姿など、原作小説と共通するテーマを描き出している。13の場面は互いに独立しているものの、緩やかに結びつけられている。例えば、本作に登場する3組のカップルの場面では、同じような振り付けが繰り返し用いられ、それぞれの恋愛関係に共通性があることが、 示される。このように、同じモチーフを繰り返し登場させることで異なる。エピソード同士を共鳴させるという手法は、プルーストが原作小説で用いた手法に通じるものである。本作は1974年8月24日、モンテカルロ歌劇場で、プティの主催するマルセイユバレー団によって初演された。続いて、パリのシャンゼリゼ劇場でも上演されたが、観客の反応は、 批判的なものが大半であった。当時の観客にとって、本作のエロティックな振り付けや同性愛というテーマは、ショッキングなものであり、客席からはブーイングが飛んだ。本作が評価されるようになったのは、後に、ニューヨークでアメリカ初演が行われ、リベラルな観客層からの支持を得てからであった。1982年3月14日、 フランスのチャンネル3で本作のテレビ放映が行われた。出演は、マイア・プリセツカや、パトリック・デューポン、デニス・ガニオ、ドミニク・カルフー・ニラであった。2007年3月1日、パリ・オペラ・ザ・バレエ団が本作を初演した。この上演を機に、舞台美術が一部変更され、従来よりも簡素で現代的なデザインとなった。出演は、エルベモロー、エレオノ・オーラ・アバニャーと、 マニュエルルグリ、マチューガニオラであった。同バレエ団の公演映像は2008年に DVD 化されている。日本では1985年8月に行われたガラ公演第4回世界バレエフェスティバルにおいて本作から抜粋されたパドルが失われし、時を求めての台で上演された。また、 1992年12月に行われたマルセイユバレー団の来日公演では本作がプルースと失われた時を求めての題で全幕上演された。その後も本作から抜粋されたパドルがガラ公演においてたびたび上演されている。プティ自身は本作について批評家や新聞には悪評だったが自分では傑作の一つだと信じていると述べている。また、 舞踊評論家のジェラール・マノには本作を並外れた構成力を持つローラン・プティだからこそ生み出し得た作品であり1時間40分のダンスにおいて全てが言い尽くされていると評価しその振り付けには安易で無益な効果を狙ったところが全くなく全てが繊細な心理描写に結びつけられていると称賛している。仏文学者のマリオン・シュミットはプティによる 失われた時を求めとの本案が鋭くかつ先進的なものであったと評価している。とりわけ、プティが原作の様々な要素のうち、セクシュアリティ、特に同性愛というテーマを抽出したことは注目に値するという。このバレエが初演された1974年当時、プルーストに対する一般的なイメージは上流階級の優雅な暮らしを描いた作家というものであった。 しかしプティは、失われた時を求めてのより暗い側面に焦点を、あて、同性愛や、サドマゾヒズムを含む人間のセクシュアリティを、大胆な振り付けによって表現した。プルースト作品のそのような側面は、今日の文学批評においては高く評価されているが、プティの本案は時代を大きく先取りするものであった。さらにシュミットは、本作が同性愛を主要なテーマとしたことには、 同時代のバレエが内包していた異性愛中心主義を否定するという意義もあったと指摘している。ありがとうございます。